天神郷温泉の露天風呂天神郷温泉は、北海道上川郡東川町の中別川沿いに、ある温泉。大雪山国立公園内にあり、中上雪里の深い渓谷の底に位置する。旭川市の奥座敷で、大雪山の登山拠点の一つにもなっている。大雪山の最六、標高600メートルの天神郷地区に、お宿式島荘が、旅館。 ホテルとして唯一存在し、日帰り入浴も扱っている。以前は天神郷温泉グランドホテル、天神郷温泉パークホテルも存在した。温泉街で最も古い歴史を持つ1900年創業の天神閣は2018年の事業上渡後、12月から施設修理のため休業に入ったが2019年11月時点でも再開の目途が立っていない。 温泉街の近くには日本の滝百選にも選ばれた落差270メートルの羽衣の滝が存在する。羽衣の滝の先には東洋のナイアガラと称される幅広な四季島の滝が存在する。温泉街からは散策路が整備されている。沢登りをする人に有名な日本で最も美しい沢と呼ばれる川雲内川は温泉街のすぐ近くにある。中別川は 美英町と東川町との境界となっており、川の北側は東川町、南側は美英町となっている。旭川市から車で約1時間、旭川空港から45分。路線バスは以前は旭川電気軌道バス、いで号が旭川駅から天神橋温泉に寄った後に旭岳温泉まで運行されていたが、2011年に、 路線が旭川空港経由となった代わりに、天神橋温泉には立ち寄らなくなった。そのため、温泉に宿泊しない場合は、自家用車やタクシーなどで行くか、いで湯郷の国立公園入り口バス停から7キロを歩くしかなくなった。なお、天神橋温泉の宿に宿泊する場合は、宿の無料送迎バスが利用できる。ありがとうございます。